ハムナーメンは昔やってたネットゲームで、なんか中学生ぐらいの時かなに、こういいね、名前ないかなって思って、こうふとアルフォートってお菓子を見た時に、なんか結構響きが気に入ったんだけど、なんかそのまま使うとちょっとひねりがないかなって思って、まあちょっと濁点を加えて、まあ語呂が良かったんでこれにしました。やっぱ結構ロールってなんか変更が多いから、その時その時で変わったりはするんですけど、使ってて楽しいなって思うのは、まあニダリーだったりとか、あとエイトロックス、イリリアとか、そういうなんか自分でこう火力出していけるジャンプを好んでいます。長所は、今までいろんなチームでやってきた経験もあるし、結構長く続けてきたっていうところもあるから、そういういろんな面での経験は自分の長所だと思ってます。短所としてはちょっと保守的な面があるというか、そういう、こう考えがなんか変えられなかったりするところがたまにあるから、そこはちょっと欠点かなって思ってます。ロールの大会の一番初めですかね、日本の大会で一番初めにあった、なんか振興大会っていう大会があったんですけど、その時からずっと大会に慌ててて、で最初は ELM っていうチームがあったんですけど、そのチームで JCG とかにも出て2位になったりはしたんですけど、そこを解散しちゃったんですけど、それからはなんか結構転々と活動してきた時期が1年弱あって、それからまあ RJ、元 PA ですね、 PA の頃に PA に入って、そこからずっとこのラスカルジェスターで活動してます。戦術的に優れてるチームですね。話し合いをすごい多くしてて、チーム練習も多いから、やっぱ他のチームと比べてもそういう連携面だとか戦術面っていうのは特に優れてると思います。きっかけは、昔の友達がこういう面白いゲームあるよって言って勧めてくれたゲームが LOL でした。でそこでずっとやってたんですけど、まあそのうち周りの人は辞めちゃって自分一人になっちゃったんですけど、それからはなんか LOL で知り合った人たちと遊ぶようになりました。日によって変わるんですけど、多くてまあ5ゲームから10ゲームとかですかね。あんまり個人の配信で好きなっていうのは今は特にありませんね。OGN とか LCS とかの大会を見て参考にするみたいな感じで配信を見ています。なんだろうな。倍ですかね。理由はまあ単純に性能も好きっていうのはあるけど、雰囲気とか結構そういうパンキッシュっていうか、なんかこうかっこいい感じは結構もう入って、なんか可愛いところもあるみたいな感じですかね。目標はまあやっぱトップレーナーって結構孤独な面もあるから、結構そういう一人になってもなんか自分の役割をこなしてチームに貢献できるみたいなプレイヤーになりたいと思ってます。今の LCS じゃないや、LJL に出てるプレイヤーはみんなトップは上手い人たちだから、こうなんか特別この人がっていうのはありませんね。みんな上手いし、結構対抗していきたいなって思ってます。好きな食べ物は、焼肉とかカツとか、まあお肉系ですね。トップレーンの魅力は自分の技量とその与えられた状況に対する判断力、そういうところで優劣を競い合うみたいなところですね。また試合出れるように頑張っていくので、応援の方よろしくお願いします。